というわけで、タイトルとかサムネイルでも作ってると思うんですけども、今日は2024年春のダイヤ改正についてちょっと話していきたいなと思います。そしてこの動画では主に関西の話をしていきます。ダイヤ改正で関西いろいろ注目される中、その関西の内容だけで、基本的に話していくので、関東とかですね、東北、北海道、四国、それから九州の方ですね、そちらの方の話はですね、また別の動画で作ろうと思っているので、まあ、機会があればその方もそちらの、ね、動画の方もね、ぜひご覧いただけたらと思います。というわけで14時3分です。もうね、そろそろね、出てると思うんですよ。というのもですね、例年12月の中旬あたりで、ダイヤ改正の要項発表っていうのを行うわけなんですけど、まだ出てないですね。ちょっと時間がねかかるのかもしれません。はい、というわけで、今現在時刻がですね14時の8分となっております。14時の8分になりまして、大体ですねこの12月中旬の金曜日の14時頃から、この発表っていうのは行われるわけなんですけど、今回こちら2024年のダイヤ改正について、こちら JR 西日本についてね、まず最初見ていこうと思います。まず一番最初ですね、これ開いていきましょう。はい、こんな感じで2024年3月16日ダイヤ改正を実施します。一番ね大きなニュースとして一つ目が、北陸新幹線金沢駅から敦賀駅の間が開業しますよというお話です。あ、そうだ、この話しようと思ってたんだ。あのダイヤ改正の、そうなんですけど、今年の年末年始、新幹線東海道山陽新幹線ののぞみ号全車、指定席化するらしいですね。あ、まあそれはですね皆さんに一応言っておこうと思っただけです。まあ皆さん知ってると思いますけどね。あ、で、ダイヤ改正について戻りましょう。新幹線をですね、話ですね、これは一番 JR 西日本の今回のダイヤ改正で一番大きな部分かなと思っております。金沢駅から敦賀駅の間が開業しますということで、今まで北陸新幹線というのは東京から上越新幹線、東北新幹線などを通じてきまして、現在金沢までですねつながっているわけですけども、金沢から、ずっと先の敦賀の方までつながっていくのが今回のダイヤ改正、来年の春、2024年の春からつながりますよ、開業しますよという話です。首都圏、近畿、中京方面エリアと北陸エリアの所要時間が短縮されまして、移動がより一層便利になります。で、首都圏から北陸エリア、ここに書いてますね、東京駅から敦賀駅間を直通する輝き白鷹を合計14往復運転します。これにより首都圏、信越方面と開業区間の直通アクセスが可能となり、所要時間を短縮します。で、まあ、そういうわけでして、なんて言いますか、東京駅を出発する輝き号であったり白鷹号などが出ますと、それがですね、敦賀駅まで直通するということになりまして、東京からですね1本で JR 西日本の敦賀というところまで来ることができるわけなんですね。ですから JR 東海を使わずに西日本エリアに、新幹線で行くことができるようになるという感じです。で、そんなあの嬉しいニュースもあるんですが、その嬉しいニュースと同時にですね、こちら敦賀駅で特急サンダーバードと白鷺と乗り換え可能な剣、ここですね、を25往復運転します。新幹線開業による速達効果と敦賀駅での特急と新幹線のスムーズな乗り換えにより所要時間を短縮しますという話なんですけども、近畿地方から中京方面のエリアですね、現在白鷺号あったりですね、関西方面、サンダーバード号がですね、京都大阪方面から金沢北陸まで結んでおります。そちらの、サンダーバード白鷺号のですね区間がちょっと、短くなってしまうということになります。ちょっとだけねスムーズにね、乗り換えるようにしますよって書いてあるんですけど、ちょっとだけねここはね鉄道ファンとしては、サンダーバード号敦賀から金沢の間がですねもう走らなくなってしまうというわけで、次の春、来年の春までに乗っておきたい列車の一つでもありますよね。白鷺号と乗り換え可能な剣というのが、多分ね剣っていうのが、敦賀駅から米原の方までなんか往復するような列車になるんじゃないかなとちょっと考えておりますけども、どうなんだろうな、それについてはちょっとまた考えてきますね。で、山陽新幹線の方です。北陸新幹線が主に大きかったんですけども、山陽新幹線も少し変わってきます。岡山駅、西明石駅への新幹線最終列車の東京駅発車時刻を繰り下げますというわけで、繰り下げなんで、東京ですね、遅くに出発しても、ギリギリ、着けますよ、到着できます、岡山西明石に着けますよというようなダイヤが設定されるようです。また、博多駅から東京方面への最終電車を、博多駅発車時刻を繰り下げまして、19時台の電車に乗っても東京にその日のうちに着くことができますよというわけです。でですね、こちら新大阪駅、速達列車が1時間あたり最大9本運転可能な時間帯をさらに拡大というわけで、
今ですね、東海道新幹線は山陽にも直通したりとかね、いろいろ複雑だったわけなんですけども、1時間にのぞみを12本、入れることができるダイヤを作っていたわけです。それとは別に、新大阪駅を8時台に出発するですね、臨時ののぞみ号を、設定しまして、速達列車が1時間あたりに最大9本運転可能な時間帯。というわけなんで、この9本プラス光号かな、それと小玉号とかですね、ありまして、高密度化になるというわけですね。伏線で300キロぐらいのスピードで走るような新幹線が、伏線区間をずっと3分間隔ぐらいで走るって、山手線並みにすごいですよね。で、その時ですね、N700S で毎日運転する対象列車をさらに拡大します。現在、東海道新幹線を走っている車両としては、ドクターエルなどを除きましては、JR 東海、それから JR 西日本のそれぞれ N700系A型と N700系A型のでかいバージョン、それからですね、N700S 型という最新型が走っております。それのうちの現在導入が進んでいる N700S 型というのが増えまして、対象列車が拡大して、のぞみ1号40号が追加されるというわけなんですね。そして在来線の方に見ていきましょう。在来線、特急列車はですね、首都圏、近畿と山陰エリアの移動が早く便利になるらしいですね。特急やくも号、岡山駅で山陽新幹線とスムーズに乗り換えいただけるよう時刻を見直します。というわけで、乗り換え方面をね、しっかりやっていこうという感じですね。現在スーパーハクトなどが、鳥取方面をね、結んだりとかしているわけなんですけども、東京から新幹線に乗って岡山で八雲号の特急に乗り換えると、山陰地方ですね、岡山から山陰方面、伯備線とかへ行く方面ですね、が便利になりますよというような話です。具体的なダイヤについてはね、後ほど見ていこうと思います。そして首都圏、近畿圏と米子、出雲エリアの所要時間が短縮します。そして2024年4月6日から 新生車両を順次導入し、より快適にご利用できます。これがね、後で話したんですけど、新型ヤクモというやつですね。新型ヤクモの試運転なんかも行われていましたが、鉄道ファンのもう一つの注目の的でもある新型車両、新型のヤクモ号というのも、ぜひ見てみたいものです。ちなみに今ヤクモ号はですね、なんか国鉄型のね、復刻色みたいなとか、スーパーヤクモの復刻色とかいろいろ出てまして、ヤクモ号、非常にバリエーション豊かなんで、今のうちにね、ヤクモ号乗っておくことをおすすめします。そしてですね、次です。特急スーパーハクト号に関してです。スーパーハクト号の特急というのは、JR 西日本の京都駅から、山陽線をずっと走りまして、大阪、神戸、そして姫路の方を結びまして、上郡という駅から地図急行という路線に入ります。その地図急行という、ちっちゃなローカル線みたいな感じなんですけど、そこを通って、鳥取へのアクセスを非常に早くしてくれるような特急電車になります。そのスーパーハクト号がですね、姫路駅で山陽新幹線との乗り換えを改善します。そしてこの大阪と鳥取の間の、列車もね、増発するということで、今まで、1日5往復かなぐらい走ってたんですけども、それがですね、また増えるようです。今ね、名探偵コナンのラッピングなんかもありますよね。ぜひとも、乗ってみたいところです。そしてもう一つ次ですね、有料座席サービスの話です。有料座席サービス、奈良から大阪エリアへの、有料座席サービスを拡大します。通勤特急楽楽ヤマトの新設ということでね、楽楽ヤマトめっちゃ気になりますよね。それからヤマト次線の平日、通勤時間帯に、ご利用できる通勤特急楽楽ヤマトを新たに設定します。だいたい5年か4年ぐらい前のダイヤ改正で、JR 西日本の姫路から新大阪を結ぶ姫路から新大阪を結ぶ通勤特急楽楽播磨というのが走って今いるわけですけども、その楽楽播磨とは別に平日のみで楽楽大和というのが、大阪から奈良方面のですね、有料座席サービスとして、来年の春から、開始するようです。それからですね、これ快速うれしいとの拡大ということで、快速うれしいと、鉄道ファンの皆様なら分かると思いますけども、うれしいと結構話題になりましたよね。大和路線というのは、大和路快速という快速列車が走っておりまして、そのような快速列車にですね、大阪東線、直通快速なんかもありますが、そこで、導入しています快速うれしいと、300円で普通のリクライニングシートのない座席にですね、指定席として確実に座れることを担保してくれるようなサービスがあるんですけども、そのサービスを土休日にも拡大し、設定本数を増やしたそうです。面白いですね。ちょっとこれはめちゃくちゃ気になります。
それから近畿エリアの観光お出かけがより便利になりますということで、現在ですね、嵯峨野山陰線すごい外国人観光客インバウンド需要ですごい人がいっぱいという話なんですけども、それの、ちょっとしたなんていうの改善のためのものなのかな、昼間の時間帯の増発増結を行いますよ。それから、JR 弓前線朝の通勤時間帯の増発、あそこね工場地帯とかもあるんで、多分それ方面とまた USJ にね来るお客さんの、まあ便利向上という感じですね。で、その他、北陸新幹線の一部列車で指定席と自由席の区分を変更、一部の在来線特急で、全席指定席化を行います。で、これ全席指定化、指定席化というのもあるんですけども、今回のダイヤ改正で一番主になってくるのが、とりあえず、一つ目が北陸新幹線の金沢敦賀間が開業、そしてそれに伴った白鷺号サンダーバードの、再編ですね。それからこの剣というものですね。それの他には山陽新幹線は、ね、あんまり変わらないんですけども、こちらですね、新型八雲号の導入、それからスーパーハクト号の増発、そして奈良方面のですね、快速電車に そして奈良方面の快速電車嬉しいとというのが拡大します。それとは別にさらに通勤特急楽々ハリマみたいな楽々ヤマトが大和市の方にですね、関西本線にね走ることになっております。それが、今回大きな主なダイヤ改正の内容になるんじゃないかなと JR 西日本は思っております。そしてですね、こちら新幹線、北陸新幹線についてです。ここからですね、詳しく話していこうと思うんですけども、新幹線、北陸新幹線の金沢敦賀間が開業するわけですが、ここね、東北新幹線とかつながって東京まで来ているわけで、こっちにも東海道新幹線が走っているわけなんですね。で、今回開業するのはこの金沢から敦賀の間、この1,2,3,4,5,6、間に5駅ある、この金沢敦賀間の話なんですけども、東京からこっち方面に新幹線で来ることも、東海道新幹線で来ることもできるんですが、それとは別ルートとして、もちろんですね、北陸新幹線として富山、金沢を経由して敦賀まで、延伸開業ということになりました。そして将来的にはですよ、将来的にはこの敦賀から、京都、そして大阪方面まで延伸するのではないかというふうに言われております。ですがね、現在ちょっと京都駅の方になんか地下化してホーム作るとかいうので、あの地元の方と揉めてるようなんですけども、それはわからないですね。で、東京からずっとこういうのがつながって別の、迂回ルートができるのではないかというのが、今回のダイヤ改正の大きな、ところですね。そしてその詳しいことが書かれてるわけですけども、新幹線の剣、これは新幹線の剣号ですね。ここ金沢とか敦賀の方が延伸開業したにあたって、敦賀富山、それから敦賀金沢、金沢富山のこの短い区間で剣というのが、開業新しく設定されるようです。そしてサンダーバード白鷺号と接続するのを、目的としているわけらしいですね。で、特急のとかがり火号というのがあるわけなんですけども、今まではね、特急のとかがり火号とサンダーバードでこういうふうにですね、大阪方面の直通を図っていたわけですけども、和倉温泉に行こうと思ったら、今回敦賀間と金沢間が、敦賀金沢間がね、新幹線開業したことによって、ここを走っているサンダーバード号、そして白鷺号をですね、廃止ということになるんですね、ここの区間は。ですので、乗り換えがね、増えてしまう、そして新幹線ですね、料金が跳ね上がってしまうというのが、今回のダイヤ改正の残念なところといえば残念なところです。そして、ここね、新幹線の輝き白鷹は東京敦賀間で輝き9往復、白鷹5往復、東京金沢間で輝き白鷹1往復と9往復、それからですね、長野駅から金沢駅で白鷹1往復、がありますよという話ですね。だから今回のダイヤ改正の大きなところがこの区間の開業、そして敦賀からは新快速ですね、敦賀に行くことができますので、東京から敦賀まで電車に、新幹線に揺られて、新幹線からは今度新快速に乗ってということなんで、すごい便利になるんじゃないかなと思うと同時にですね、料金が跳ね上がってしまったり、一般のお客さんにとっては金沢方面旅行行くのに乗り換えが必要になってしまう、サンダーバード廃止になってしまうので、ね、悲しいところではあります。そして東京駅から敦賀方面への直通運転開始により、これ東京からですね、アクセスが良くなりますよ、そして所要時間も良くなりますよということで、まあ経済的な話にはなると思うんですけども、金沢方面のね、金沢とか敦賀とか福井とかこの辺りのやっぱこう経済っていうのも活性化するんじゃないかなと思って
ってもいますが、外国人観光客がこうずっと京都方面から来てるので、ちょっとそこは微妙ですね。まあ、詳しいことはまだわかんないですね。開業してからのお楽しみという感じです。ですから、金沢方面へ旅行行かれる方は、今のうちというわけで、来年の、4月、3月、来年の3月までには、サンダーバード号で和倉温泉、なんか行ってみるといいかもしれません。運転本数自体はこんな感じですね。先ほど説明しました。そして停車駅も、こんな感じ。基本的にこの輝き号というのが一番早いタイプですね。で、輝き号にも小松に停車するタイプ、越前竹富に停車するタイプ、それからですね、加賀温泉、芦原温泉に停車するタイプというのが3タイプぐらいあるようです。そして白鷹というのが金沢敦賀間、各駅に止まる、いわば東海道新幹線でいうと、小玉号のような位置づけになってきます。で、使用時間的には、こんな感じですね。新幹線が開業したことによって、主に東京から、敦賀間がですね、乗り換えてたら、時間かかってたのが50分、早くなりましたよという感じですね。そりゃそうですよね。100何キロとかで走る在来線とは違って300キロ近い速度で走るわけですから、すごい速くなるわけです。最速がこんな感じ、平均でも約1時間ほどですね、速くなるということになります、敦賀まで。はい、もう一つですね、近畿から中京北陸エリアの話です。これは先ほども話したわけなんですけども、敦賀駅で特急サンダーバード白鷺とスムーズに乗り換え可能な剣というのをね、25、往復運転するようなんですけども、これね、あんまりよくわかんないんですけど、敦賀からこの金沢の中のみ、そして敦賀からこの富山までのみの、路線の中で剣という、新しいその種別を設定しまして、その剣というのが、ここのね、サンダーバード号、今走ってるんですけど、サンダーバード号と白鷺号との乗り換えを良くして、今までですね、金沢までサンダーバード号っていうのは、ずっと直通していたわけですから、サンダーバードのお客さんをそのまま、積み残しのないようにするために新しく設定するのではないかなという意味で、剣号ができるんじゃないかなと思っております。大阪金沢25往復、それがですね、白鷺方面から来るのは15往復という感じでございます。そして敦賀駅の乗り換えなんですけども、開業後、特急サンダーバード白鷺は敦賀の新たなホームで発着しますということで、敦賀駅というのは新幹線と在来線の駅というふうに、来年の春からなるわけですけども、3階に新幹線があって1階に在来線特急があるという感じですね。新快速電車が止まるホームはまた違うのかな、ちょっとそこは僕あんまり詳しくないんですけども、そんな感じで新幹線ホームとはちょっと分かれているんですけども、乗り換えが約8分でできるよっていうのは、嬉しいポイントかなと思います。大きな駅とかね、新幹線が新規開業する駅とかね、になりますと結構乗り換え時間に要してしまうような場合とかありますので、まあ、そこはそこそこ乗り換え便利なんじゃないかなと思っておりますが、まあ一回乗り換えなきゃいけないんですよね。今までなら大阪から1本で、サンダーバード1本で金沢まで行けてたのがですね、こちら北陸新幹線が開業したことによって敦賀で1回乗り換えなければいけない、そこで乗客の手間が増えてしまう、じゃあ観光客減るんじゃないか、まあそういう話になってきます。そして運賃も上がりますしね。で、この停車駅剣というなんですけども、これ多分ね、輝号とか白鷹号とかの代替として走ると思うので、剣号がなんかよっぽど各駅に止まるタイプとか、そういう風になんか意識してるわけではないと思います。だからサンドアボード号の、廃止した区間の代替という感じで考えればいいんじゃないかなと思っております。で、使用時間もですね、このように近畿から北陸エリアが、ちょっとだけ早くなってますよと書いてありますが、乗り換えの手間が増えるので実際のところは微妙です。で、こちらですね、北陸新幹線と接続する能登かがり火号の在来線特急の話ですね。こちらですね、あ、こちらじゃないわ、これですね、こうか、ここからですね、特急能登かがり火号というのが出てるわけなんですけども、今までのサンダーバード1本金沢行って、能登かがり火号で和倉温泉で有名なね、温泉地のね、和倉温泉まで行くことができたわけなんですけども、新幹線開業してしまったため、ここで乗り換えて、ここで乗り換えて、やっと和倉温泉というような感じになってしまうわけなんです。で、それに対してなんかどうしようかなというふうに話したのが、北陸新幹線とこちらですね、能登かがり火号、ここの話になってきます。で、この金沢七尾間、七尾駅というのがですね、金沢七尾間、和倉温泉の間で合計5往復運転するようです。金沢での北陸新幹線とのスムーズな乗り換えにより、各方面から能登エリアへのアクセスがより便利になります。と書いてるんですが、実際のところですよ。東京方面からは金沢で乗り換えるんであんまり変わらないですし、今までと。
そして敦賀金沢間がなんか先行開業してしまったんで、乗り換えが2回になってしまうのがちょっと辛い点ではありますよね。ここは皆さんどう思いますか、わかりませんけども、そんな感じです。そして特急電車の運転終了について、これ僕先ほどからずっと言っていますけども、サンダーバード白鷺号は、在来線ね、並行在来線というんですけども、敦賀から金沢、そして和倉温泉まで直通していた列車がですね、1回乗り換えるまたは乗り換えなしで行けてたのがですね、乗り換えを2回しなければいけないようになってしまうというのが今回のダイヤ改悪というわけですね。何もね、JR がね、悪いとは言ってはないんですけども、どうしてもこう JR 西日本はお金のね、面もありますからね、残念ながらここは特急電車を廃止して新幹線に移さざるを得なくなってしまうわけです。おっと。ですので、ちょっと残念なところではあります。で、早朝深夜の白鷺一本は北陸新幹線と接続できないため運転を終了します。米原から金沢で運転を終了しますというような注意書きもあるんですけども、まあ、接続できない場合もあるよ、一本できない場合もあるよというのが今回のダイヤ改正のちょっと、デメリットという部分でもあると思います。そしてそのサンダーバード白鷺号の走ってるところにもですね、ダイナスター、おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスというような1日の定期列車ではあるんですけども、運行本数1日あたりめちゃくちゃ少ない、このようなちょっと特別な特急があるんですけども、この特急も、同時に廃止となりますよという、運転終了となりますよというのが今回のダイヤ改正です。それからですね、こちらその他サンダーバードと白鷺乗り換え可能な剣、北陸新幹線ですねのほか、早朝深夜、富山敦賀間での移動に便利な剣を5本運転します。ダイヤ改正後の北陸新幹線および特急サンダーバード白鷺号の運転時刻は別紙にをご覧ください。まあ、別紙にがあるんでしょうね。それは別紙には、これですね、これが別紙になんですけども、ここに詳しいダイヤが載っております。詳しいことはね、あんまり言わないんですけど、サンダーバード号白鷺号の運転時刻と白鷹号の運転時刻、輝き号の運転時刻はここに書かれております。で、新しく、できるこの剣号というのがこんな感じなんですけど、まあ、頻度的にはですね、この芦原温泉、加賀温泉、小松駅ですねを通過するタイプが少々と、各駅に停車するタイプが少々という感じですね。 あと越前岳も通過するやつがありますね。まあそんな感じですね。そこまで、難しいものではないようです。それとサンダーバードまたは白鷺と、こう直通していますよという話になってきます。じゃあね、次の方見ていきましょう。北陸新幹線の、一番大きな話題が終わったら、次山陽新幹線について話していきます。山陽新幹線は最終列車の始発駅発車時刻を繰り下げます。これどういうことかというと、例えば東京に出発する時刻が20時ぐらいに出発しても、岡山とか西明石にですね、ギリギリ最終の終電の時刻が繰り下げになってギリギリ間に合うよって感じです。要するに目的地に行くための新幹線の発車時間が遅くなるため、ギリギリまでその東京とかに滞在することができますよというのが今回のダイヤ改正山陽新幹線のお話になってきます。東京から岡山に関しましては、のぞみ93号、改正前、現在では20時33分に出れば大丈夫なんですけども、今度6分繰り下げということで、6分東京駅でゆっくりしてから20時39分に乗れば岡山にその日のうちに着きますよ。今度西明石の方を見ていきましょう。西明石、僕ね、明石に住んでるんですけども、西明石結構使うことが多いです。20時54分ですね、ということで21分繰り下げなんで、東京駅にいられる時間が21分ゆっくりになるわけですね。現在ならこの岡山駅の93号が最終だったわけですけども、95号に乗ると、この姫路行きに乗ると西明石にギリギリまで着けますよというのがあります。ちなみに改正後ののぞみ93号は西明石駅通過に変更とちっちゃい文字で書かれておりますが、多分のぞみ93号は これですね、岡山駅のやつが、この岡山駅のやつが西明石を通過することによって、その一本後のギリギリの姫路行きを新しく設定したというような感じだと思います。はい、あんまり詳しいことは分かんないですけどね、そんな感じだと思ってます。兵庫県明石市に住んですけど、明石市民としてはすごい嬉しいですよ。これめちゃくちゃ嬉しいです。はい、で山陽エリア東京駅、ですから山陽新幹線の方面から東京上り方面の話をしていきましょう。博多駅19時に出てもギリギリですよというんですが、改正前も18時59分に出たので1分しか変わらないんで、
あんまり変わらないですね。ですが、ここね、ちゃんと書かれてますよね。文字で見るとすごいんですよ。今だと18時59分。1分だけちょっと早かったから18時台だったんですけども、ここで新たにして初めて19時台という文字をね、出すことができたというのが、まあ、文字としては大きいんじゃないかなと思います。時間としては1分だけなんですけどね。そして新幹線がさらに便利になりますよという話ですね。コロナも終わりまして、ですね、ダイヤ改正の、改正がですね、コロナウイルスが第5類になってから初めてのダイヤ改正でございます。速達列車が1時間あたり最大9本運転可能な時間帯をさらに拡大します。この速達列車というのがのぞみ号の、ね、早いタイプのやつになってくるんですけども、新横浜発博多行きを新たに設定するそうです。ですから新大阪を発車する速達列車が1時間最大9本、すごいですよね。なんか海外とかの新幹線高速鉄道ってこんな高頻度で走らないのにこんなに走るってなかなかやばいです。1時間に9本、これのぞみ号なんですけども、速達のねのぞみ号なんですけど、それの他にですね、新大阪からみずほとかいろいろ入ってくるわけです。桜号とか、他にもこだま号、光号が山陽新幹線、東海道新幹線には走ってるわけです。すごいな。で、新大阪、広島、博多駅方面8時台の速達列車の発車時刻表はこちらです。定期列車がですね、桜号の545号、これはね、速達として数えられております。それからのぞみ号、のぞみ号、のぞみ号、桜号というわけになっておりまして、それプラス臨時が3本、4本入ってくるのかな。多分詳しい、話はですね、 JR 東海の方をね、後で見ていこうと思うんですけど、 JR 東海の方を見ればいいと思います。運転時刻改正後はこちら、のぞみ97号、新大阪8時9分発、博多10時40分、1本増えるわけですね。これ前のこう感じ見てみると、時間的にはですね、6分早くなり、8分早くなり、最終的にはまあ、こんだけ早くなるねって。新山口は今まで通過してたので、ちょっとだいぶ29分ぐらい繰り上がってるんですけども、平均的には6分から7分ぐらい繰り上げというふうになっております。いいですね。はい。それからですね、こちら N700S で毎日運転する対象列車をさらに拡大します。先ほども言いましたけども、新幹線、東海道新幹線には N700 系が3種類ありまして、まあ、N700A 型が2種類、 N700S 型という今新しいのが1種類走っておりまして、その N700S 型を使った運転するものが列車が増えますよという話です。これ見てみると2本かな、あ違うわ、あ、そうか、2本か。毎日運転するのがこの2本増えますよという感じでございます。そして、この N700S のこの腰マークついてるんですけど、これビジネスブースと言いまして、なんかビジネスのね、客をね、狙ったような、そういう戦略をね、かましたようなね、こう、列車ということで、ビジネス客向けに配慮された、ちょっとテレワークしてもいいよみたいな、まあ、なかなか会社とかって機密事項が多いので、新幹線の中で会議するのはちょっと微妙だと思うんですけど、まあ、そういうこともできるよというような車両が増えるらしいですね。そして、車椅子スペースが増えた車両も、ぜひ運転しますよということで、N700S 型という新しい列車がどんどん導入されていくというお話です。はい。次、やっと在来線の話ですね。在来線について見ていきましょう。新幹線で長々と話してきたんですけど、動画時間的にはもう29分近く。在来線特急電車は首都圏、近畿圏と山陰エリアの移動が早く便利になります。一番でかいのがこちらですね。岡山方面の特急やくも号の新型車両の導入ということです。上に書いてあるんですけど、この273系というのが新たに導入されまして、少し快適になりますよと書いてあります。今まではですね、国鉄型の車両を使っていたため、少しね、古いのが目立っていたんですけども、それも鉄道ファンにとっては嬉しい限り。ですが、まあ、この新しいやくもですね、まあ、ぜひともね、便利になっていただきたいと思っております。そしてこちら、乗り換え時間の改善ということで、所要時間が14分だけ早くなりましたよと改正後に、ね、なってくるわけです。でまあ、例なんですけども、ものによっては14分の他にね、まあ、5分早くなったり、6分早くなったり、そこまで早くなってないものもあります。岡山出雲市間を毎日15往復で運転します。これまででしたら、月曜日から木曜日までが12往復でちょっと少なかったんですけども、それが15往復になるよという感じですね。例えばお盆休みとかそういう時間帯であっていますと、12往復が15往復だったりしてたわけなんですけども、これがね、もう毎日15往復走りますよということになっているわけです。そして先ほども言いました273系の導入。これ面白いのがね、273系を導入したらね、乗り心地が向上。まあこれはね、普通に座席が良くなったりとか、設備が良くなったりとかするだけなんですけども、Wi-Fi と全席コンセントの設置、セミコンパートメント座席、個人での移動よりもグループの移動でも快適な移動を実現しますということで、今ね、なんかそういう
こうニーズが流行ってるのか知りませんけどね、 JR 東日本のサフィール踊り子なんかでもですね、あとスペーシア X、 この間ね東武鉄道で新しく入りましたスペーシア X とかでもそうですけど、なんかコンパートメント座席今流行ってますよね。一時期なんか廃れてたんですけど最近の流行りです。はい、次スーパーハクト号について見ていきましょう。多分僕が住んでるところで一番関係あるのはスーパーハクト号が大きいんじゃないかなと思っております。ここに書いてあるのが大阪から鳥取間が1往復増発します。先ほど5往復とか言いましたけど8往復ですね。月曜日から木曜平日は6往復ですが、土曜日曜は7往復で走ってましたが、改正後は毎日8往復で運転するようです。需要がですね結構高まったんでしょうね。現在ホット7000系というね機動車を利用しているわけですけども、来年か再来年ぐらいでまたね変わってくるんじゃないかなと、その使用する車両も買ってくるんじゃないかなと思っております。そしてスーパーハクト10号13号はこちらね書いてあるんですけど、ご利用状況に運転を取りやめることがございますと書いてありまして、まあ臨時的なね感じで書いてあります。だからお試し期間みたいな感じですよね。だから完全に8往復にするわけではないけど、もしかしたら10号13号人少なかったら取りやめるかもしれんよと、そういう話でございます。それから首都圏と鳥取エリアの所要時間を短縮します。これは乗り換えを向上させますよ。乗り換え8分にしまして27分で着くことができます。これによってね弊害のある方もね多分ねいると思いますけど、まあそれはそこまで、辛いダイヤ改正ではないでしょう。ということで平均的には約12分、スピードが向上するようで、最速では14分向上するそうです。一部列車の運転区間を見直します。一部の列車では京都駅大阪駅の運転を見直し、大阪駅発着とします。5往復10分が対象ということで、今8往復走ってるんですけど、そのうちの5往復がですね、今スーパーハクト号って京都駅まで乗り入れてるんですけど、その京都駅まで乗り入れるのをやめて大阪で折り返しをすると、そういうようなねダイヤ改正にもなってきます。ここもね意外とあんまりちゃんとちっちゃく書いてあるんですけど、結構ちっちゃく書いてあるんですけど結構重要だったりしますよね。京都まで行かないスーパーハクトになってしまうわけです。はい、そして次ですね、有料座席サービスの話です。去年のですねダイヤ改正では、A シートの導入なんかがありましたけども、今楽々播磨号というのがこの辺をですね大阪新大阪から姫路方面をですね、まあ播州播磨のことですねを走っているわけですけども、この大和路線というのは特急電車が今まで走ってなかったんですよね。マホロバ号というのがここを通ってね一時期走ってたんですけど、それがですね今回のダイヤ改正で快速ウレシートが、この大和路線と大阪東線の方面2つ入ることになります。そしてこの快速ウレシートは、ついこの間ですねニュースかなんかでも見ましたけども、普通のね221系と呼ばれる、まあその辺走ってる221系電車の座席にそのまま指定席化しただけみたいな、ちょっともっさいやつなんですけども、それの本数が増えますよ、拡大しますよ。そしてこれ平日だけだったんですけど、それが休日にも拡大しますよという話です。それプラス非常に面白くて奈良発新大阪行きの楽々大和ができるということで、この梅北エリアの大阪駅が開業した翌年にはですね新たな特急が設定されました。この楽々大和号です。車両自体はこのようにマホロバ号であったり、現在の楽々播磨号かなでも使われている車両でしょうか、こちらの車両を使ってこのような、特急型のテーブルがついてたり、リクライニングがついてたり、少し快適な車両です。値段はね書いてないんですけども、まあそこそこ安いんじゃないですか。1000円しないぐらいじゃないですかね、全区間乗って。まあ微妙です。奈良から新大阪だとね、これちょっと遠回りなんじゃないかなと思うんですけど、通勤需要として、これ運転するそうです。それの運転時刻がこちら、奈良駅から新大阪方面こういう風に回っていくやつですね、は楽々大和号7時16分発8時19分発。そして新大阪から奈良方面はこれ帰るお客さんですね、地方に、新大阪19時43分発奈良20時46分です。でちっちゃく書かれてるんですけど、大阪駅は地下ホームということで、去年ですね開業しました、ここ梅北エリアの新しいホームを使うそうです。非常に面白いですね。それからですね、先ほども見ましたけども、ウレシートの拡大、この写真見ていただいたら分かりますよね。これ普通の電車なんですけど、これに300円の料金を払えばこの指定席化した場所に乗るということで、朝の時間帯こう人で混雑している中、確実に予約さえ取れれば座ることができるよというサービスが、このサービスになります。ここの相席になるとねちょっと気まずそうですけどもね、ウレシートが拡大、そして同休日にもね、
あるということで、買い物需要とかね、お出かけ需要にもちょっと使ってくださいみたいな感じはするんですが、普及はしなさそうなんかな。通勤時間帯はまだしも、普及ちょっと土休日は少なそうです。それの時刻がこんな感じです。楽々山とかがここに書いてあるんですけど、それ以外のものが、この今回拡大とこのサービス設定済みのこのピンクの欄ですね。ピンクの欄が、快速嬉しいとの、運転するものになっております。はい、普通電車についてです。ここはね、そこまでね、詳しい話はしないと思います。現在インバウンド事情かなんかで京都にお客さんが増えまして、京都から佐賀嵐山まで佐賀の山陰線というのが走っているわけですけども、その佐賀の山陰線にはですね、もうね、もう乗ったらわかるんですけど、本当に外国人めちゃくちゃいるんですよ。もちろん日本人も多いんですけども、外国人特にね、中国とかよりは中国系の方も、たくさんいるんですけども、中国系とかあと欧州系ですね、ヨーロッパの方とかのお客さんってすごい多いんですね。あと韓国とか台湾とかその辺のお客さんもかなり多いと聞きます。そういうようなお客さんに対応するため、今まですごい混雑してたんですけども、少しその混雑緩和を図るために、土休日平日ともにこんな感じですね、ちょっとずつ増やしていく、本数を増やして何とかしていくんじゃないかなというふうになっております。4本から1時間あたり4本から5本ということで、これ結構でかいですよね。そして一部車両の編成を4両編成から6両8両に両数を増やして運転しますというわけで、京都駅発車なのに4両で来るとかね、あったんですね。今まで意外と山陰線ってローカル線だったので、なかなか対応しづらいという部分もありまして、現在8両が最大になっております。佐賀嵐山駅と京都駅初の時刻表がこんな感じで変わっているわけですね。そしてこれもそこまで大きくないんですけども、JR 夢前線の朝通勤時間帯の1本増発かな、2本増発したのかなという感じになります。1時間あたり、こんだけの音声が出ますよ。7時半から8時半で、1時間に運転する列車を8本から、10本で、増発します。沿線のユニバーサルスタジオジャパンで新エリアが開業予定らしいですよ。皆さん行くときはぜひとも、ユニバーサルスタジオジャパン、ユニバーサルシティ駅使ってみてください。大阪駅で迷わないようにお願いします。で、最後に、ここに別紙1、2とか書かれているやつが、先ほど話したやつですね。まあ、主に、具体的な感じでだんだん説明していったんですけど、今回のダイヤ改正の大きな感じとしては、北陸新幹線の開業、それからですね、その北陸新幹線の開業に伴ったサンダーバード、白鷹号、それから能登かがり火号とかのね、再編、それからもう一つですね、山陽新幹線の時刻、終電時刻の繰り上げ、それからもう一つ、なんだっけ、在来線ですね、在来線の新型ヤクモの導入、そして楽々ヤマトの導入というあたりが結構大きいんじゃないかなと思います。あと嬉しいとの快速、嬉しいとのですね、拡大というのもあります。嬉しいとね、もう結構ツイッターとかね、今 X っていうらしいんですけど、ツイッターとかで嬉しいとはなんかこんだけ300円払ってこれだから悲しいとって皆さんになんか言われてるようですけど、まあ、GR も結構頑張ってるんでしょう。温かく見守ってあげることとします。もうね、これを見たらね、来年2024年の春が待ち遠しくなってきますけども、ぜひともね、JR 西日本 の、ダイヤ改悪と呼ばれないように、面白いね、ダイヤ改正となっているんじゃないかなと思います。 JR 西日本のね、ダイヤ改悪とも言われちゃいますけどもね、非常に、ね、面白いと思いますし、これからですね、北陸新幹線が京都大阪に開業していくのもね、楽しみでもあります。これもね、だいぶ先の話ですね。あとリニア中央新幹線とかも、だいぶ先の話になってきますけど、楽しみなところではあります。北陸新幹線は今のうちに乗っておくべきですね。北陸新幹線じゃない、サンダーバード号です。サンダーバード号、金沢、敦賀間は今のうちに乗っておくべきじゃないかなと思います。長らく40分ぐらい話してましたね。最後にね、もうちょっとだけ話そうと思います。はい、こちらが3月16日のダイヤ改正実施しますので、これ別のね、金沢支社と書いてあるんですけども、金沢方面限定の話ですね。というわけで、ここね、基本的には同じなんですけども、米原、金沢が快速列車を運転します。これですね。あ、これだ、これ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 、さあ、最後にこれ、見てみたかった。敦賀米原間に臨時の快速列車を運転します。早朝深夜時間帯に東海道新幹線と接続していた白鷺号があったんですけど、その白鷺号はね、時間が変わったりとかして、接続ができなくなったため、この6時33分、7時8分着のやつにちょっと合わせた快速電車が運転されるようです。そしてこれ、面白いのがね、敦賀から米原まで臨時快速電車なので、途中の駅には停車しませんと書かれております。米原から敦賀というのは新快速電車であっても、各駅に止まる
必要があるんですね。長浜駅とか酒田駅とか田村駅とかそういう駅に全部止まっていくわけなんですけど、こちら臨時快速電車ということで北陸本線に臨時快速ができるわけなんですね。これも、北陸方面のニュースとしては大きなニュースかなと思います。で、まあ、ここがね先ほども見た、詳しい話なんですけど、臨時快速の図がなかった、ごめんなさい。まあ、敦賀駅こんな感じになりますよっていうのが書かれております。ちょっと見にくいかな。敦賀駅こんな感じになりますよっていうのがここに書かれてるわけですね。で、まあ、今回の JR 西日本の、ね、ダイヤ改正の、ね、話はねこんな感じでおおむね終了したいと思います。